皆さん、こんばんは。シルティーノスのシュウです。今回で第4回目の、ライブを、やらせていただきます。本当はね、昨日をやらせていただく、予定だったんですけども、ちょっと昨日接続が悪くてですね、見に来ていただいてた方もいらっしゃいましたし、ゲストの、もういらっしゃってるんですけど、方にもね、来ていただいてたんですけど、ちょっと昨日は本当に申し訳なかったです。で、今日はね、無事に、接続がうまくいったので、やらせていただきたいと思います。じゃあもう早速ね、入っていただいてるんですけど、ゲストの方を紹介したいと思います。マリアナ・長谷川さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうコメントいただいてますね。ミミさん、ありがとうございます。ごめんなさい、音だけちょっと大きくしますって。手がカメラに入って申し訳ないです。はい、大丈夫です。すいません。ミミさん、昨日も、ね、来ていただいたので、本当にすいません。今日も来ていただいてありがとうございます。でもよかったですね、つなげて。昨日11時までやってみましたよね。11時まで頑張って無理で諦めましたよね。そうなんですね。私、別に大丈夫でしたけど、その後でも。でも、遅かったね。でも、僕の家からこうやってたんですけど、電波が悪いみたいで、今日はね、ちょっと違う場所でやらせていただいてますね。はい、大丈夫です。ない。いや、暑いので、申し訳ないです。暑い。マリアナさん東京に住まれてるんですよね。柏です。柏です。はい。フェイスブックに、渋谷とか出してますけど、ちょっと、いろいろあって。はい、でも本当は柏、千葉県の柏。なので、仕事に柏から通ってます。ああ、そう。この時間、1時間もかからない程度ですよね。東京は仕事でいらっしゃるということですか。事務所はそうですね、オフィスが東京ですけど、今、リモートワークが多いなので、結局、ほとんど柏ですね。東京に週に2、3回行くか行かないか、ミーティングがあるときに行きますね、なんか大事なミーティングとか。はい、今日も行ってきました。だからまだお化粧が結構ついてます。ミーティングもあと大丈夫ですよ、でも。そうですか、千葉県の柏だと、梅雨はもう入ってましたっけ？ごめんなさい、ちょっと聞きづらくて。ごめんなさい、梅雨はもう入ってましたでしょうか？なんか梅雨って言いまして、結構雨が多くて。あ、それか。はい、梅雨か。あ、梅雨です。今年が、今年が早かったでしょう。九州は、そうです。5月12日から始まったですよね。そうです。でも、そうね、雨がちょっと今年は早くて、気温は良かったですよね。気温は雨降ってなかったですけど、確かにそうです。はい、ちょっと梅雨は今年は早かったですよね。そうですね、全国的にね、早い。全国的にね。コロナの影響でしょ。いやー、もう本当に何でもコロナの影響だって。何でもコロナのせいになってますよね、何があっても。言えちゃいそうで。そうそう。いや、そうですね。なんかその、そうですね、じゃあ、千葉県、柏だともう結構暑いですか？なんかね、急に、昨日から暑くなりましたね。なんか天気を見たら29度とか30度とか平気で今上がってます、昼間は。静岡はどうですかね。そうですね、静岡はもう、やっぱりこう、もう梅雨には入って、もう結構そうですね、僕も、だから半袖も着て、外に出ますね、もう。ここはもう、ちょっとずつ去ってるような気がしますよね、梅雨は。ちょっと弱くなってきてるかもしれないですね。逆に暑い時期に入ってましたかもしれないですね。そうですね。こう、梅雨からね、だんだん、こう、暑くなってきます。そう。かなり暑くなりますよね。日本は。蒸し暑く。そうですね。じゃあ、チェコスロバキア
まあ、スロバキアですね、ご出身が。そうです、そうです。スロバキアだと、どうなんですかね、結構、まあ、夏は暑くなるんですか？海がないので、こう、海の蒸し暑さはないんですけど、オーシャンがないんですけど、最近ね、私の子供の時代と比べれば全然暑くなってきてますよね。私は子供の時は夏はまあ暖かかった。気持ちよく暖かかったけど、最近はね、もうきついぐらい暑くなってきてますよね。温暖化かどうかわからないんですけど、いや、確かに変わってきてますよね。温度が。もう、まあ、日本もこういつもより例年より、ね、どんどん気温が上がってきているっていう話で、なんかやっぱり地球温暖化の影響なんか、まあ、そうですね、可能性は、ね、ありますよね、なんか。で、ごめんなさい、マリアさんのプロフィールをですね、改めてちょっと紹介させていただきたいと思います。ごめんなさい、私こうやってたまに近づいてくるのは聞きづらくて それ聞いてるってことですよね そうです。もうすぐ近く来ますよね。たまにちょっと聞きづらくなりますので、こうなりますよね。その時には。すいません。大丈夫です。僕の音声をちょっと上げますね。ああ、ありがとうございます。今はどうですか？大丈夫かな？大丈夫だと思います。なんかじゃあちょっと声大きめで喋りますね。すいまありせん。がとうございます。OK。すいません。で、ごめんなさい。ちょっとさっきさらっと、マリアナさんがチェコスロバキアのご出身ということをね、言ったんですけど、まあ、きちんと経歴を今からちょっと紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。すいません。じゃよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、マリアナさんはですね、まあ、チェコスロバキアの、まあ、ご出身で、まあ、現在のスロバキアのご出身ですね。で、そこから、ウィーン大学に、入学されまして、まあ、オーストリアですかね。そうです、そうです。隣の国です。スロバキアの隣。毎日通ってました。毎朝。そうなんですね。そうですね。1時間ぐらいの距離だったので、私は住んだとこから、大学は。だから毎日パスポート持って学校行ってました。その時まだ家じゃなかったので、パスポートで毎日学校に通ってました。E、あ、でも、そうか、EU に入って、今ではそう、ね、日 EU。本に入ったのは全然その後だったので、そうでます。だ私も大学行くときには、はい。小学生から大学生まで結構通ってる人が多かったです。電車で、かバスで。そうなんですね、そういう可能性があったので、だから朝起きて、家で兄弟とか親とスロバキア語喋って、学校行って、ずっと全部環境はドイツ語で、また夜お家に戻って、また全部スロバキアがチェコ語になって、なんかこう バイリンガルな環境でしたね。いいですね、言語を、あれですね、でも、まあ、ウィーン大学では、でも、まあ、英語ですかね。ドイツ語、ウィンバードイツ語なんですけど、その時代は、まだね、面白い時で、ネットとかはなかったですので、教科書は、普通のオフラインの教科書が、一番良かったのは、英語の教科書、日本語は。だから、教科書は英語で、先生と話すのはドイツ語で、で、お家ではスロバキアかチェコ語で。なかなかこう、いろんな言葉で。で、勉強するのは日本語と韓国語。言葉ばっかりでしたよね。そうですね、言語もご勉強されてたんですよね、言葉。ああ。ですね、で、ウィーン大学で日本と、中国と、韓国の、文化と歴史と、言語について勉強されてたというそうこでとです。す。中国語は中国語というより中国哲学でした。で、日本語は専攻で、韓国語副専攻で、あと中国語の哲学も入ってました。授業の中には。じゃあ、メインは日で、本語。中国語はしゃべれないんです。あ、いえいえ。
なるほど。じゃあ、メインは日本語で、勉強されてそたっうでて。す、そうです。専攻は日本語でした。ああ、なるメインほど。は日本語でした。うん。じゃあ、まあ、そのあたりについても、また後でお伺いしたいなと。すいません、ぜ終わひりでぜひ。す。でですね、まあ、日本に、じゃあ、まあ、一番関心が、まあ、あったという、まあ、ことですかね。ここは面白い話で、じゃあどうぞ、後で話します。もしまだ。ごめんなさい。どうぞ、最後まで。すいません。先にじゃあ、ちょっと紹介させていただきますね。はい、OK、そうしましょう。でですね、まあ、1996年より、まあ、日本の、文部科学省から、奨学金の支給を、まあ、受けて、で、まあ、東京外国語大学に、まあ、入学されたと。はい。なので、ね、まあ、日本に、来られたと。で、その後、まあ、もう日本でずっと、まあ、25年間ですね、暮らされているという。ことで、まあ、現在は、コンサル関係の、お仕事をされながら、まあ、YouTube で、まあ、その健康法、美容法、まあ、ファスティングっていう、まあね、こう、まあ、最近結構聞いたことがある人も多いかもしれないですけど、なんか、まあ、そういった、まあ、健康に関する動画を、いっぱい配信されて、いらっしゃって、まあ、すごい多くの人に、見ていただいています。ありがとうございます。本当にね、まあ、すごいと思いますけど。で、えーと、まあ、で、えーと、まあ、近いうちに、まあ、人材紹介の、まあ、新しい会社を、まあ、立ち上げられるおつもり、ということも、ちょっと、まあ、伺っております。で、大学での留学で日本に来られてから、まあ、25年間、日本で生活されているということですね。はい。そうですね。こちらが、まあ、簡単なことありますが、マリアさん経歴を紹介させていあただりきがましとうごょざいます。う。ありがとうございます。そうですね。まあ、いろいろとね、お聞きしたいことは、あるんですけれども、じゃあ、まあ、さっきね、ファスティングというお話がちょっと出たんですけど、断食ね。ね。はい。いや、でもその、まあ、ファスティング、僕も聞いたことはあるんですけど、まあ、ちゃんとこう、中身を、詳しくは知らなくて、まあ、断食ってね、まあ、言われることもあります。ちなみに、まあ、ファスティングを、まあ、今も続けられてますか？もちろん。もうライフスタイルになってます。そうですね。僕、マリアナさんの動画を見させていただいたんですね、最近の。ありがとうございます。すいません。で、なんかその、木曜日、今日ですね、今日まで、なんかこう、ファスティングされるって言ってませんでした？それは先週でした。先週の木曜日まで、今まで一番長いファスティング、13日間をやってました。でももちろんその前、あといろいろコンビネーションやってるので、いきなりわーって13日間じゃなくて、もう2年間いろんなファスティングのタイプやって、組み合わせて、ちょっとずつ慣れて、体な慣らしてやっていってます。野球ではないです。じゃあ、ファスティングは、結構前からやられてる、結構前からやってますか？そうです。はい。実はですね、昔ね、私、まだ大学の時、大学入る前にダンスやってました。プロとして。大学も2年、浪人やってて、浪人っていうか、まあ、ダンスやってました。プロとして。で、すごい体がいつもとても元気で、フィットで、スリムで、元気でしたけど、で、子供産んでも体のいつも元の通り、スリムに戻りましたけど、2013年、少し前は、実はね、ちょっとまあね、たまに人生にあることが起きて、赤ちゃんが生まれて、間もなく亡くなりました。10日間で、その赤ちゃんは。娘さんじゃなくて娘だったで。で、その後は、多分、ストレスかショックで、体の新陳代謝が
すっごいダメになってきて、いつもだったらきっと元気な体は、急にもう25キロ近く太ってきて、体でかくなって、で、何によっても元の通り、そのダンスした通りに戻れないですよね。だから、いろんなダイエットをやったり、成功しましたけど、必ず戻りました、元の通りに。また太ってきました。だからその元の50キロの体はいきなり75キロ、大きな、もうでかくなりまして。で、いろいろ調べて、で、初めてのきっかけは、デイビッド・シンクレアっていう、ハワードの科学者の方がいて、で、いろいろ話聞かれてたのは、今の人間の、それとも研究の、知ってる限りの中では、体には一番効果的なのが、ダイエットであろうか、若返りであろうか、いろんな病気、治すための一番効果的なのは、ファスティングです。ご飯食べないこと。で、それなぜかというと、私たちの体って、ずーっとご飯食べるようなことに慣れてないんです、もともと。それそがう不自然、足りないです。だから今、朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん、その間なんかおやつ食べて、なってるでしょ？それ私たちの体にものすごい負担になってます。なので、それを抜くだけで、その体、ご飯の消化が、体の消化しなくて、こう、時間が空いて、いろいろ体の中の問題直す余裕ができる。ご飯食べないです。ああ、いいなと思って、ちょっとやってみました、最初は。で、やったのはすごい流行ってるのは、その、インターミッテントファスティング。感覚的に、感覚開いて、例えば、1日8時間の間だけご飯食べる。で、残りはご飯食べない16時間。か、6時間の間だけ食べて18時間ご飯食べない。それやってみて、何ヶ月やって、そんなにまだ痩せなかったですけど、その後追加で週に1回、毎週に48時間はご飯食べてないんです。で、月に1回だけ3日間ご飯食べない。72時間。このコンビネーションやり始めたら、ものすごい効果が出て、で、まず、1年間以内に25キロ痩せました。これやり始めたら。それは結で、構大きいですね。そう。で、あと体の中に、例えば、脂肪肝とかってあるでしょ？ファティリバー、英語で脂肪肝とか、あと、歯周病とか、口の中の炎症とか、頭痛とか、慢性的な疲れとか、いろいろありましたよね、私は。40代で。いろいろこう、ちょっとずつ体がおかしくなってきてました。その太っただけじゃなくて。全部治りました。体、肌もすごく綺麗になって、前より。頭痛が完全になくなって、で、口の中にあった炎症消えてしまって、で、歯周病、毎回歯医者さん行った時に、ああ、やっぱ掃除しないといけない。毎回毎回言われて、歯磨きこうして、ああしてっていつも言われて、で、ちょうど1ヶ月、2ヶ月ぐらい前、歯医者さん行って、先生、歯周病どうですか？その歯医者さんが、何言ってんの？歯周病なんかないですよ。What？ もう20年代からずっと歯周病に悩まされて、2年間、2年間ファスティングやって、歯周病完全に消えてしまいました。だから、仕事が治ったんです。あとそのファティリバー、脂肪肝も、いつも出てました、私。血液検査やったらいつも出てきて、パーフェクト。何もない。ちょっとね、2週間ぐらい前、もっと前か。3週間前、血液検査やったら、全部、すべての体のことは、パーフェクト、ノーマル。それなぜかというと、体がやっと自然で、薬なしで、消化しない間で、いろいろこう治療ができるようになった、自分が自分で自然に。自然に自分で自分の体を治すっていうことですかね。オートファジーっていうのって知ってますか？オートファジーって、
細胞は、壊れた細胞食べてますよね。私たちはご飯食べてるうちに、細胞お腹空いてくる。はい。で、もう仕方なく、細胞がやっぱお腹空いてるから、ゴミでも食べ始める体中のゴミ。壊れた、タンパク質とか、壊れた細胞食べ始めて、で、それ食べたら、クリーニングしてくれる体を。だから壊れちゃう病気のもと、もう細胞も全部食べちゃう。はい、で、まだ大丈夫で残された細胞を残してリサイクルしてくれて、もうダメな壊れた細胞を全部片付けちゃいます。でも、そう。しかも、ステアセン。何でしたっけ、日本語で。ステンソーって、基礎さ、基礎、ちょっとごめんなさい、ちょっと忘れちゃいましたけど。はいはい。ステンサー、後で調べますけど、は、ものすごい作り始めますよね。だから、その、壊れたとこは、また食べ始めるときに、作り始める、はい、最初から。はい。でも、今度は、綺麗なままで作り始めます。あ、基礎細胞でしたっけ？基本細胞。ごめんなさい、忘れちゃいました。ステンソー。すごいですね。ステンソーって、何も目的がない。細胞ですよね。いろんな手のとこ行ったり、頭、全部壊れたとこに行きます。そのステンセル。だから、そのオートファジーで壊れた細胞にステンセルが行って、綺麗に立て直します。綺麗に感じる。だから、それがそのヒーリングのプロセスになってます、結局。ファスティングで。じゃあ、それが、食べていない間に行われ、食べていない間に、こう、体の細胞が、こう、いろんなところを治してくれるっていう。そういう感じ。うん。いや、食べてない間に、体が、ただクリーニングしてくれる。はい、運動と同じ、はい。運動やってる時に、新しい筋肉ができてないでしょ、はい、運動してる時に筋肉が壊れていくでしょ、少し、こう、マイク、傷ができるでしょ。で、そうですね。だから食べるときに作り始める。ファスティングも一緒。ファスティングやってるときに全部壊れていきます。壊れたものが。ああ、はいはいはい。壊れたことはなくなって。で、食べ始めたら立て直します。必要なので。その全部取れる、外されたことというスタイルになってます。ああ。なのでね、別に毎日やらなくても、週に例えば1回とか、1回2日間とか、1回1日間とか、あと例えばご飯食べないだけでも、もうサイクルができます。その壊れたものを掃除して、で、また食べ始めたら直す。はい、っていうプロセスですよね。で、自分を見て、分かってました。うん、合ってます。ただもちろん、ファスティングをやっちゃダメな方もいらっしゃいますので、それ気をつけた方がいいですよね。みんながやっても大丈夫というわけではないんです。だから、もしかしてダメっていう方は、やっぱり先生と相談した方がいいです。なるほど。まあ、そうですね。こう、一定期間食べないっていうのは、すごく負担になる人もやっぱりいるっていうことですかね。うん。いますよね。最近ね、面白いことを読んで、面白い本を読んで、日本人、はい二人に一人は人生でどこかで癌になります。男は 49% で、女性は 30-70%。ええー。で、その元は食事、食事っていうより、添加物はい。は原因になってるみたいですけど、そのいろいろも不条理用とか入ってるでしょ、で、それもファスティングでクリーニングできます。例えば。だからいろいろこう、そうですね。とにかく体の掃除、ファスティングになってます。はい、あ、じゃあなんかこうね、歯周病とか、炎症とか、もう本当にね、さっき、がんとか、もういろんなことの。がんもすごく治せますし、でもね、一番私が嬉しかったのは、私ね、20代ぐらいから、恐怖症ってわかりますよね。恐怖症とかパニック障害がすごい強かったですよね。でも、はい、脳細胞、神経細胞もあるでしょ、はいはい、それも一緒。それも壊れたやつが体から出されて、綺麗に立て直されます。
ああ。なので、1年ぐらい、ファスティング1年ぐらいやって、パニック障害完全になくなりました。ゼロ。全くない。ええ、そうそう、神経細胞がきれいに、BDNF っていうプロテインがありますよね。それはきれいに、この神経細胞作ってくれてますよね。で、ファスティングするときは、その BDNF のプロテインが作られます。はい。おそらくそのプロセスで、パニック症が完全になくなって、で、恐怖症が、まあ今すごい恐怖症の方が多いですけど、ものすごいマイルドになりました。ものすごい落ち着いてきました。だから、20年間、まあ、仕方なく薬飲んで、それで普通に生活したけど、ファスティングやってから、だんだん薬を利用を減らして、もうほとんどもう最低限で飲んでない状態。今のありました。だから本当にもう、それはもしかして一番ありがたいかな。そのファスティングのことで、普通の薬なしの人生が送れるようになりましたよね。もうね、薬ね、飲んで治そうとされてる方はすごい多いと思うんですけど、治薬、さない、治さない。これ全治くせ治さない。治さないと言っても、症状を抑えられます。だから、恐怖がなくなります。恐怖感じない。まあ、ただ、それが、その恐怖症の元が治ってるわけではないんです。症状が抑えてるだけですよね。だから、落ち着いてるように見えてますけど、病気はそのまま残ってます。まあででも、も、落ち着く。ファスティングは違います。ファスティングは症状っていうより、原因が治っていきます。原因から直せるということです。根そ本的のに。神経細胞とか脳細胞が治されてます。すごいですそね。れはすごい嬉しかったです。多分一番嬉しいことはそれですよね、私の場合には。じゃあもう本当にもういろいろな、まあね、病気とか、だから、ね、本当にこういろんなところでこう改善できるという、そういう効果できがある。ます、できます。体ってすっごい強い。自分の力、自分を治せる力、ただやらせるだけなんですよね。で、ずっと食べると、体はそういう余裕がないんですよね。ずっと消化しないといけない。消化で忙しい。消化。余裕がないですよね、病気治す。で、そうただ、晩ご飯抜くだけで、それとも、まあ、例えば、1日5時間の間だけ食べて、残りは19時間食べないだけで、15時間の中で体が、体を治せる余裕ができます。ヒーリングの余裕ができます。じゃあ、結構長い時間、食べない時間を作ることで、その体の中の細胞を、働かせるというか、それが大事という。その通りです。おっしゃる通りです。そうですね、ファスティングね、すごい効果があるっていう、お聞きしててね、すごいなと思ったんですけど、そもそも前、聞こえますか、声は。聞こえます。ちょっと近くなってるのは、聞き取り。ごめんなさい。いや、全然大丈夫です。ですね、じゃあ、マリアさんはですね、じゃあ、そもそもこう、ファスティングをなんかこう、え、まあ、ど、どこでし、あの、あの、知ることになって、で、始めようと思われたのか、そのきっかけは、なんかどこ、いつだったんでしょうか。YouTube です。YouTube？ YouTube でいられて、デイビッド・シンクレアっていうハバードの研究者がいます。これが、アンティエイジングの研究をやってて、それは言ってました、どっかの話で。やっぱり一番、今研究者が、サイエンティストが分かってる方法の中は、それ以上はないです。ファスティング、ご飯食べないこと、薬であろうと何であろうと、一番効くのはファスティング。食べない。で、いろいろジェイソン・ファンクとか、マッツンとか、いろんな研究者がいらっしゃいます。研究者の方。いろいろ調べて、で、やり始めました。自分もいろいろリサーチとかやってました。いっぱいやってました。じゃあもう YouTube の、動画とかリでサーチをし、うん。こうそれ調はべらそれで、その後リサーチ、自分でやって、れる。へえ。うん。
こうね、今だともう動画でも結構、すごい、先生の、お話とかも聞けますもんね。ですよね。僕もよく YouTube で、こう、なんか いろんな知識を、なんかまあ、YouTube とかってすごいね、今オンラインで。何でもありね。何でも勉強できます。本当にこう、なんかこう、わかりやすくね、今説明してくれる動画とかも結構ありますもんね、なんか。もぐじすごかったよ。全部調べないと、本で調べないといけなかったですけど、今、ポチッとボタン一回押して、もうすごい勉強出てきますよね。そうですよね、もう今は、もう動画でいろんなことを、ね、知ることがね、できますよね。全然時代変わりましたね。なんかちなみになんですけど、なんか、マリアナさん、なんかファスティングなんか以外でこう、なんか、まあ、最近とか調べてて、これなんかすごいなとか思った情報とかってありますか？ごめんなさい。今ね、すごいハマってるのが、ドナルド・ホフマンっていう研究者の方で、コグニティブ・ビヘイビアっていう研究者で、これはね、どういう話かというと、タイム&スペースってあるでしょ？タイム&スペース。タイムスペース。タイム&スペース、この物理学な世界。で、例えば、これ見て、これは普通の、私の目で見て本物だって思うけど、最近のすごいアドバンスする物理学者の方は、私たちは実は、これはインターフェースに過ぎないって言ってますよね。インターフェースってなんていうかというと、すごくの、すべてのセンスは、本当に起きてることが、わかるようなインターフェースに過ぎないんです。例えば、コンピューターの画面見るでしょ？そこはアイコンが出るでしょ？例えば、E メールのアイコンが出る。でも、その、E メールのアイコンで、本当は E メールじゃないんですよね。その後ろに、いろいろ、こう、技術的なことがいっぱいあるでしょ？本当は。そうですね、こう、だから表それ面。外したら、それ外したら、そのアイコンもなくなるでしょ？で、私たちが見るのは、そのメールのアイコンしか見れない。これとか、全部インターフェースだけ。こう、わかりやすくする。その本当の世界は、そのビヨンド、タイムスペースになると、それすごい最近ハマってて、結構いろいろ話聞いてますかね。あとでリンク送ります。結構面白いですよね、これは。でも僕もえちょっなとちそうだなと思ったんで、ぜひお願いします。ょっとマトリックスに似てるような感じですけど、ただね、どこが違うかというと、この研究者の方々は、数学で、それ今証明できるようになってます。これは本物ではないです。手数字で証明が出てます。もう証明できるんですね。証明はできるようになってるみたいです。だから、ただね、わからない。本当は、まあ、例えば、なんだろう。VR ってゲームがあるでしょ？こう、メガネかけて、ゲームやるでしょ？テニス。で、その、VR の世界の中で、ボールが飛んでるでしょ？でも、メガネとか、その、VR のスーツ外したら、置いて、全部消えてくるでしょ？そうですね、あくまで仮想の現実ですよね。そう。だから消えちゃいま今、す。最近の物理学者は、それ言ってます。私たちはその VR スーツを着てるような世界の中に生きてます。本当にもうマトリックスみたいな感じで。レッドピルみたいな感じ。僕はマトリックス見たんで、よくわかりますけど。そう。ただね、とはいっても、数学とかで証明ができてますけど、でもわからない。でもまだそこまでは来てないですよね、その物理学は。そのサイエンスは。本当はそのビヨン、その後ろは何があるかわかんないです。ただ、この世の中は本物じゃないってわかってます。本当じゃない。じゃあまあこうね、結構難しい数字とか、タラ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 、後ろに全部数字が出てる。
でもそれ見てもわからないでしょ、何か。なので、この後ろにいっぱい数字が出てます。ああ。でも私もその数字わからないので、これ見たら、これはリモコンです。で、普通に生活できます。本当のここの後ろ何かが、何かあるか分かったら、無理、できなくなりますので、これインターフェースを使ってます。っていうのに最近ハマってます。最近何インターネットか、ドナルド・ホフマンっていう、後でリンクを送ります。すごい面白いですよね、それは。本当にでも、ね、マトリックスみたいな、本当にだからそう仮想現実というか、そうそうそう、ね、なんか VR の世界の中ですよね。だから彼言ってるのは、例えばそのテニスやるでしょ、で、はい、その VR のスーツ脱いで、メガネ外して、で、隣の友達は、はい、いきなり隣は、その落ちてるスーツしか見ない。もうゲームの中にその友達がいない。彼は、それは死に例えてる。人が死んだってことに例えて、はい、ああ、今日人間って死んだときは、そう、ビアスーツ脱いだだけ。でも、コンシャスですか、残ってます。トイレ行ってます。水飲みに行ってます。で、もちろん、本当の意味ではないですけど、はい、なんか人が死んだということは、ただここの世界のビアスーツを脱いだだけ。で、トイレとか、どっか、お水飲みに行ってます。で、すごい面白い。それはすごい。で、これね、なんだろう、こう、なんかの、インチキサイエンスとかするんじゃなくて、本当に、ちゃんと、ね、数字で出てきてる、証明がも出てます、最近は。あ、そうなんですね、もう。そうそうそう。だからすごいファスティネイティング、すごいワーオって感じ。びっくりって感じですね。うん。でもね、考えたら仏教とかってあるでしょ？はい。仏教とか。で、仏教って、私はもちろん宗教とか、そういう、あまり宗教は何もないですけど、アグノスティックなんですけど、でも仏教の世界の中でも。あ、仏教ですね。仏教。もうブッダの。そう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 。で、言ってるのは、nothingness とか、それは事実だって言ってるでしょ。だからなんかすごいつながってます。この、ドナルド・ホフマンとやってる研究。結局本物は、私たちは、本物ではないです。私たちは nothingness ですとか、empty space ですとか、なんで何世前の人はこういうこと分かってたんだろうって私はすごい不思議に思ってますけど。あ、仏教の教えと結構かぶるところがあるんですか？いや、仏教じゃなくてヒンドゥー教とかでも、一応キリスト教だでも、みんな同じことを言ってます。事実、私たちが見てる事実は、実際の本当の事実は違います。私はただインターフェースを見てるだけです。ああ、今日。表面しか見ていないという。そう、ヒンドゥー教とかみんな同じ、結局そのバックグラウンドは一緒ですよね。同じこと言ってますよね。なんで分かってたんだろう、こんな難しいこと昔は。何千前にも。ね、そうですよね。すごいですよね。こう、だからまあ、その、こう、目に見えるものだけじゃなくて、なんかこう、その奥を、なんか、しっかり見ましょうみたいな、なんか。そうそうそう、なんかなんだろう。ゲームの後ろのエンジニアっているでしょ？はい。例えばその車、ゲームってやってますか？コンピューターゲーム。ああ、そうですね。まあたまにやりますかね。ね。で、例えばすっごいスピーディーな車走ってて、俺の車が私の車一番スピーディー。だけど、そのゲーム作ったエンジニアがちょっとだけでもいじったら、私の車一番遅れてくる。一番ダメになってくる。いや、そんな感じ。なんか、後ろにエンジニアがいるような感じ。でも、何のエンジニアか誰もわかんないですよね。研究者でも。研究者でも。なんか、ちょっとだけいじったら、私たちが生きてるこの現実は変わっちゃいます。そう考えると、本当になんかこう、目に見えてるものって全然なんか信用できないというか、で、なんかその、
全然なくて。でも大事。すごく大事。生き延びるためには、それ、これが本物じゃないと思ったら、まあ、なんだろう。こう、プラクティカルに生きるためにはものすごい必要。電気つけたり消したり。そうですね、そそう、れに事よって。実の意識がもちろんないとダメですよね。でも、その裏にはなんかある、アウェアネスがあってもいいです。ただ、普通の日常の生活はこれすごく大事ですよね。これそうが、です。これも例として出してますけど。まあ、僕らはその表面に見えてるものしかわからないですよね。そう。それもすごく大事ですよ。それ、いきなり、あ、これは本物じゃないですよ。で、生活できなくなりますので、もちろんこれ大事ですよ。私たちの、メールもそうですよね。メールのアイコンを、あ、これ本物じゃないですよ。だって後ろはいろいろ電気とか入ってるよ。消していいよ。何ヶ月間のお仕事が消えてくるじゃん。だからそれもちろんできないですよね。プラクティカルなことはプラクティカルなことだけど、ただ後ろになんかあるっていうのもあります。なんかここ二つ別の世界。こうね、表面だまあ、けじゃみんなくなて。しまったのか。元の予定の話が全然外れてきてましたよね。すごくね、すごく興味深いお話で、じゃあまた、リンクをまた送っていただければ。ぜひ、あ、送ります。ありがとうございます。英語ですけどね、大丈夫ですか？英語。まあ、その話すのは苦手です字幕が出るかもしれないですけど。が。そうですね。まあ、いや、でも、まあ、大体読めるかもしれない。じゃあ、すみません。また後でじゃあお願いします。すごい面白い話ですね。インターフェイスの本ですね。まあ、それ、そうですよね。わかりやすく言えるように、インターフェイスっていう言葉を使ってましたっけ。なるほど。想像しやすいので。すごい分かりやすかったです。なんかまあ、マトリックスなんてね、みんな知ってますよね、本当。マトリックスはね。マトリックスはまたちょっと違いますけど、まあ、ちょっと近いですよね。まあ、そうです。まあ、ね、こう近いところはあるかもしれないですね。あります。ごめんなさい。じゃあね、インターフェイス、すごく興味深いお話だったんですけど、そうですね。じゃあちょっと他のこともお聞きしようかなって。次。ありがとうございます。そうですね。だからまあ日本と、あと、まあ、日本と韓国と、あと中国の、まあ、ことを結構専門に勉強されてたという、ことだったんですけど、なんかまあ、その3国に、興味を持った、まあ、きっかけは何だったんですかね。ここはね、面白い話ですよね。私、ちょうど大学入ったのが、共産主義が終わった頃だったんですけど、で、その時は国がオープンになりました。だからみんな外、その前は海外行けない状態だった。まあ、北朝鮮みたいな感じ。外行けないでしょ？でも共産主義終わって、1989年終わって、勉強とか大学も外国行ってるようになりましたので、で、私もともと実はスペイン語、スロバキアでスペイン語大学を入りましたけど、あ、日本が行けるようになりましたなーっていうことになって、ウィーン大学に行って、で、そこでは、同じところに入りましたけど、可能性がいっぱいありました。いろんな勉強。こう、分厚い本をもらって、ここから何勉強したいか選んでください。もうアフリカンスピーキング、スカンディナビスティック、すっごい言葉いろいろあって、何勉強しようかなって親と相談したら、うちの親は、まあ、今もう70歳以上、ちょうど日本の70年代って、日本はすごい成長した頃だったですよね。で、まあ、そそういうこうと。私にはすごい、そう。うちの親はそれすごい印象が強かったみたいな。日本とかのことを勉強してみたらどう？え、日本？日本って全く私はね、実は興味がなかったですよね。偶然で、
親に勧められません。そうそう。私なんか漫画マニアとかそれ全くなくて。まあ、じゃあやってみようかね。面白いかも。で、すごいラッキー。もう本当ね、宝くじ当たった。ものすごい面白くて、歴史とか、言葉とか、文化すごい好きで。で、4年間勉強して、その文部省もらって日本に来て、結局人生も日本で送るようになりましたので、まあ、宝くじ当たったかなみたいな感じで、その、日本語勉強して、でも正直な話、もともと興味がなかったんです。うちは宝くじです。日本語やりに行くのは本当の偶然。じゃあ、マリアナさんの、お母さんですかね。お母さんが、日本、今、成長しているし、勉強してみたらどうっていう、お母さんに、親と相談して何勉強すればいいか、こんなにね、ウィーン大学でこんなに選択がいっぱいありますけど、困りますわ。何勉強すればいい？何やってんだ？うん、分かった。じゃあいいか、じゃあやってみよう。じゃあ、もともとこう、だから日本のね、例えば、こう文化をしてたとか、興味があったとか、全くないです。じゃないですね。私、宝くじ当たりました。っでもてそう、感じです。なんか日本の文化、ごめんなさい、ちょっと大きな質問になっちゃうんですけど、じゃあ、日本の、あれですね、じゃあ日本のことを勉強していくうちに、どういったところが、結構好きになりましたか？私、日本の、多分日本の中は何が一番好きかというと、まず言語がすごい好き。日本語。日本語です言か。葉が好きですけど、日本語が大好き。漢字とかがすごい好きで、で、2番目好きなのは、日本人。本 人。日本人の、これね、なぜかね、たまにね、外国のお友達に怒られますけど、私、日本人のメンタリティが、ものすごい合ってます。私の性格に。そう。なんか、日本人の考え方、やり方は似てます。私のやり方、昔から。そのそうですか。そう。昔、共産主義に関係あるかどうかわからないですけど、イエスって感じ。こうあるべき。これは、イエスって感じ。なんて言うかわからないですけど、日本人のメンタリティがすごく合ってます、私には。でもマリアさんの中ですごいぴったりもう来たというか。うん、そうそうそう。なんかね、日本人の性格とか、付き合いやすいのと、一緒に行きやすい、日本にいやすいっていうようなメンタリティですよね、日本人は。私にとって。もちろんいろんな人がいますけど、日本人の中でも、外国人の中でも、いろんないろいろいますけど、まあ、全体的で言えば、すごく合ってます。日本人のせい、なぜか。なぜかわからないですけど、なんかそうなりました。本当ですか。日本ともしかしたら何かつながりがもともとあるのかもしれないですね、わからないけど、おじさんがちょっと日本人に似てた。だからさ。なんですかね。でも確かにおじいさんはちょっとこうアジア化をしてましたから、もしかしてなんかどっかで遺伝の中でそういうのがあったかもしれないですよね。顔が全然違いますけど、私は。よね、ヨーロッパの方ってちょっとアジアの、すごい、うん、ハンガリー、そう、うちのおじさんはハンガリーマジャールだったので、で、マジャールってタタール、アジアから来たでしょ？そうですね、ハンガリーとか、そうですね。そうそう。うちのおじさんは、おじさん、うちのお母さんのお父さんはそうなので、タタール。まあ、なので、そこがちょっとなんかどっか、遺伝の中でつながりがあったかもしれない。もう混ざっちゃって、こういう顔になっちゃって顔が全然違いますけど、血の中はなんか残ってるかもしれないですよね。何かね、そういう、アジアとかね、ちょっと縁があるのかもしれない。だから宝くじ当たったって感じ。なんか戻りました、自分のルーツ。
かもしれんですよね。ああ、それはなんか良かったです、本当に。はい。わ かんないですけどね。適当に言ってますけどね。と、なんかコメントで、まあ、日本人の、こう、なんていうか、こう、まあ、民族性というか、まあ、そういうのが合ってるっていう話で、だから、まあ、私もという、バッチリ、ぴったり。答えバッで、チリ、すごいやってますよね。そうなんですね、こう、まあ、そう言って、なんか、で、なんかどういう、なんか日本の、なんか日本人のこう、まあ、気質ってどういう気質だと思いますか？日本人の性格とか、日本人のメンタリティがいいところ。そうですね、はい。すごい好きなのが、まず、カオスにならない。整えてる。やってることはしっかりやってる。ああ。約束守ります。イエスはイエス。はい。イエスって言えば、イエス。ノーって言えば、ノー。だから、はい、5時間まで、これをちゃんと届きますって言えば、しっかり届きます。あとね、私実は思うのは、日本人の、奥深い性格、心の中のが、ものすごい優しい。もう優しすぎるぐらい。もうここまで少なくてもいいよってたまに思っちゃいますよね。優しすぎる。特に昔の日本の方とか。で、もちろん今時代の流れでは、こうすごいスピーディーになったり、経済がこうも変わっていきますし、こう人間と人間の絆が薄くなったりとか、もういろいろありますけど、元々のこう日本人の本心、すっごい優しい、すごいいいと思いますよね、私は。まあ、もともうと。ちょっとずるくなって、ずるくなってもいいよってたまに思いますぐらい優しい。本当に優しすぎる。ぐらい。で、そこもすごい好きですよね。だからね、逆に心配しちゃいますよね。やられやすい。このずる賢い、ずる賢い外国人の人に。だたまにちょっとかわいそうになるぐらい優しい日本人に。まあ、結構確かにこう、他人にすごい気を使うっていう文化は多分あると思いますね。ありますし、ものすごい気遣いがありますし、あと、人を傷つけないようなことをこう言わないし、逆に自分を傷つける、人を傷つけるより自分を傷つけた方が我慢したりとか。まあ、ね、美徳にはなってますけど、たまにはちょっときついって思いますよね。なんだろう。みんなが一緒で幸せであれば、日本人が一番幸せになりますよね、結局。外国の人が、例えば私ヨーロッパにね、4年間戻って行ってましたけど、無理でした。2013年から2017年やってみましたけど、いやもう無理。もうこの人はとにかく自分が、一番だったら、自分が OK だったら、もう、周り気にしない。もうでもいい。ラフ？タップ？ラフ？よくあったのは、よくね、こう、変なのは、お店行くでしょ？店員さんに怒られる、めちゃくちゃ。お店の中で。スロバキアですか？そう。いや、ヨーロッパどこでも。ヨーロッパ。小銭とか出したら、なんで小銭出すのを、札出せよって怒られるの。言われる。すごいわ。これ、クビになるでしょ？こういうことあったらって思っちゃったけど。日本だと文化ないですね、それは。自分が一番大事。俺が小銭いらない、俺札が欲しいだから、君どうでもいい小銭出してるなら。で、それ今、例として出してますけど、例えばっていう話、例え話。自分のことが満足したら、もう相手がどうでもいい。
もうで確もか日に。本は逆にお互いにそのこう、ハーモニーだったらそこが一番いい。お互いに。でもちろん外国の人それもありますよね。お互いにもずっとこうぶつけ合ったりとか。もちろんそれはないんですけど、はい。日本人ほど優れてないですよね。そのハーモニー持つのは。そうですね。結構こう、周りと一緒に合わせて、で、やっていくというか、で、他人を傷つけないようにっていうのは、やっぱあると思いますね。そう、だからもちろんマイナス点もありますよね、それは。まあ、そうですね。マイナス点もあるのももちろん分かってますけど、でも優しすぎるね、日本人は。もうちょっとずるくなってもいいよ ってたまに思います。そうですね。まあ、自分を大切にするっていうのも本当に生きていく上で大事なことですよね。たまにはね。だからそこは、まあ、ちょっと見習った方がいいところはやっぱあると思います。ねえ、言えてますよね。なんかこうね、まあ、なんていうかちょうどいいところに行けるといいのかもしれないですけどね、やっぱ難しい。バランス決めつけて。でもね、無理だと思うんですよね。なんかね、はい。ヨーロッパ、私もヨーロッパしかわかんないですけど、日本人はヨーロッパ的なやり方でやりなさいって言えば、無理ですよね。崩れちゃう、日本は。まあそうですね。逆にヨーロッパの人に日本人みたいにやりなさいって言えば無理。生きられなくなりますから。ねえ、まあだからそれぞれの国の特徴とか、民族の特徴がありますよね。みんなはそうですよね。そうですね、こう、だからいいところは、こう、まあ、ちょっと見習いながら、こう、まあ、自分の、まあ、文化も大事にしながら、みたいな、まあ、うまいこと やろう、みたいな、やった方がいいかな、みたいな感ね。じかもしれないですね、なんか。そうね。ヨーロッパってね、結構、まあ、そういう、まあ、自己主張というか、それが強かったりするんですね、なんか。あります。いや、もちろん、さっき言った通りに、別に人はもう思いっきり喧嘩してるか、そういうばっかりではないですよね。人が優しい。お互いに優しくするけど、やり方が違いますし、もっとこう、自分で大丈夫であれば、それでいいよ。別にお隣さんは、私のせいで悩んでも、まあいいじゃない？私が一番なら、私が全部取るなら、いいじゃない？って感じの方が多いですよね。なるほど。だから、さっきお店の話したんですけど、クリーニング屋さん行くでしょ？すごい丁寧にやってくれるでしょ？いろいろ紙書いてくれたり、全部丁寧。向こうは、とりあえず早くもらって、お店出なさい。自分が一番こう、休めればそれは一番いい。で、またそれ、例えとして今使ってますけど、そうですね、お互いの、こう、つながりが平和的ハーモニーであるより、自分が一番満足であればそれでいい。っていうのが違いがあります、ヨーロッパと日本は。よなんくかわかりもうます。で私も、あんまり4年間やってみたんですけど、戻りました、日本には。じゃあこう、マリアナさんはこう、まあ、チェコスロバキアでこう生まれ育ったけど、まあ、日本の方がちょっと暮らしやすいかなって思ってるってことですか。暮らしやすいですよね。全然暮らしやすい。そのメンタリティ的にはところは。でもね、ここ面白いのは、西ヨーロッパとかアメリカの方は、結構、なんて言えばいいか、怒ってきますよね。なんかなんだろう、こう、お前が日本人になりかけてるって思っちゃう。で、そういうんじゃなくて、ただ、こういうのは私も付き合いやすい。
で、その外国の人は一回言われたのは、は日い。本がすごい嫌いになるか、日本人があんまり好きにならないか、日本人になりかけちゃうか、どっちか。いや、そうじゃなくて、私はスロバキア人、ヨーロッパ人、ちゃんと誇り持ってます。けはい。ど、日本人のやり方とは付き合いやすい。ああ。意味だけですよね。なるほど。やりやすい。ああ。まあ、自分、まあ、だから自分の文化も、すごい大事にされていた上もで、ちろん、もちろん、もちろん。結構、そういうの、それがずっと残りますよね、もちろん。心の中は。まあ、育てられた環境の影響。それ、消しゴムで消せないですよね。それずっと残ります。あ、そうですよね。ね、残ります。ああ、いや、でも、そうですね。だから自分の文化も大事にしながら、こう、なんかその、また、こう、付き合う相手の文化も、こう、尊重するっていうことで、なんか、すごとく、もまあ、あります。あります、あります。なんか多文化共生って、なんか言いますよね、こう。だから、聞いたことあります。あるあるある。一番感じるのは自分の子供。今子供はすごい、二人がいますけど、23歳と13歳。ああ、はい。で、13歳の子供が思春期 だから、反抗期にも強い。すごく出てますけど、そのああ。子供が言われます。お母さんやっぱおかしいね、外人で、外人変なことをやったり、そこでわかります。あ、やっぱちょっと違いますね。私は日本人とこういうとことか、ああいうとことか。子供に注意されながら気づきます。どこが違いますとか。なるほど。お母さんが変な外人だなとか言われたりしますよね。いや、なんか、あ、そっか、もう、お子さんはもう、本当に日本の文化の中でもう育ってこられてるってことですよね。でも子供はね、結構、9歳まで、4歳、5歳から9歳までスロバキアに行って、あ、そうすごなんいです。スロバキア語はペラペラで、向こうの小学校も行ってるので、向こうあ。の文化も結構懐いてますけど、はい。あ、そうなんですね。やっぱりもう9歳から、今13歳で日本にいるので、やっぱり両方とも強いですよね。ああ、そうですね。まあ、ね、日本でももう、まあ、4年ぐらいですか。もう暮らされてて、そうこう、そう日そうそ本の文化うそう。もよく分かってると。そう、お父さんも日本人ですし、ハーフなの。ああ、なるほど。まあ、そうですね。あ、でも、日本語は結構できるんですか？あ、そう。全然できます。だからああ。日本に9歳の時来て、はい。漢字も何も書けなくて、今、中学1年生はもうあんまり変わらないですよね、周りの。あ、他まあ、の同じ年の子たちと同じですよね。もう、あ、早いね、子供は早いです。スポンジみたいな感じですよね、覚えるのは。すごいですね。あ、じゃあもう今はもう4年ぐらいでもう結構もう普通に使いこなしてる感じですね。じゃそうです、そうです、そうです。もう日本人になってますよね。たあ。ああ。だね、面白いのは、メールとかメッセージやり取りは、私はスロバキア語書いて、向こうは日本語を答えて、スロバキア語書いて日本語を答えてくる。っていう。で、はい。ああ。喋り方もそう。忘れてほしくないので、スロバキア語喋りに話しかけて、はい日はい。本語で答えてくる。よく分かってて読めますけど、やっぱり日本語で答えてきますよね。あ、すごいですね。あ、日本語とね、こう、スロベキア語を、こう、どっちも同時に理解して、こう、使ってるってこと。ああ。でね、まあ、スロバキアの言葉も、なんか、大事にしてほしいですしね、こう。大事にしてほしいんですよね。だって、おばあちゃん、おじいちゃんは日本語喋れないので。ああ、あそう。と、向こうの家族とか、私の兄弟とか、いとこたちとか、はい。通じなくなりますので、上の子は23歳で、はい。15歳の時にヨーロッパに行って、インターナショナルスクール行って、今、ちょうど今年は、今月、バムコの大学、マスター、物理学マスターしてて、すごい。その子は、なんか、俺はヨーロッパの方が強いですよね。15歳の時からずっとヨーロッパにいるので、
8年間。そのはい。ヨーロッパ人ですっていうのは、感覚の方が強いですけど、下の子は日本人ですっていうのが強いですよね。そう、まあ、ちょっと待ってください。そうですね、こう人によってこうなんか合う国と合う、まあ、自分の合う国と、まあ、こう合わない国というか、まあ、人それぞれね、いろいろあるかもしれないですね、なんか。ですよね。多分そうですよね。ね、こう、まあね、日本的なものが好きという人もいれば、こう、もっとはっきりものを言うよ、そういう文化の方が好きっていう人も。なんででしょう。多分周りの影響ですよね。だと思いますね。周りの影響が強いと思います。あと、楽しいことはどこで見つけるか？だから、私の子は日本で楽しいことを見つけた。上の子はヨーロッパで楽しいことを見つけた。そっちの方に行きます、そしたら。そうですね、こうね、なんか楽しいことがある方にやっぱりね、惹かれるというのがありますから。ね。で、あと、で、まあ、その、まあ、まあ、お子さんがね、こう、9歳まで、こう、スロバキアにいらっしゃって、そこから日本にね、渡ってきて、今では、こう、日本語をすごい使える、まあ、すごいことだと思うんですけど、なんか学校で、なんかそういう、まあ、日本語の教育っていうのはちゃんとあったんですか？最初はね、日本に来た時には、すごいそれ嬉しかったことは、先生がついてました、特別に。そうなんです。そう。だから書けない、読めない、わかんないので、4歳まで日本にいたので、日本語少し覚えてましたし、ヨーロッパに行った時に私もできるだけ、日本語で喋ってましたけど、だから、なんとなく覚えてましたけど、全然完璧ではなかったので、先生がついててサポートしてくれました。小学校の先生。だから、それがすごく良かったですね。でも、だんだん大丈夫になってきました。もう今必要ではないです、全く。そうなんですね。特別なこう先生が、その日本語を教えるための先生が、その別にいらっしゃってってことですか。いらしたみたいですよね、そういう先生は、小学校は。小学校の時は。なんか静岡の話なんですけど、静岡って結構、まあ、ラテン系の人が結構、90年くらいから来てまして、90年？まあ、1990年ですね。どうして？なんかその頃すごくなんか労働力が欲しかった時代で、静岡の方で？そうですね、静岡も結構、工場とかもあって、結構いろんな産業でこう、労働力が欲しくて、っていう、まあ、事情がね、あったみたいで。どこの工場ですか？どこですか？まあ、特にやっぱ、ね、浜松とかは、すごいこう、まあ、ヤマハとかね、こう、ありますね、こう、有名な企業とか。とかですね、こう。で、まあ、それでこう、まあ、90年ぐらいに、まあ、若い人たちとかが結構やってきて、若い方。まだ結婚してない方？そうですね、まあ、結婚してない人も多いと思いますけど、それって日系の方ですか？それとも全く日本と関係ない方ですかね？なんかでも最初は、確かに、ね、日系の何世かの方が、多男性。分、結構来たのかなという。ところで、で、なんかその、で、まあそうですね。まあその、それぐらいの時代に入ってこられて、で、で、まあやがてそのね、結婚をして、まあ子供を産みますよね。日本の方と結婚して？そうですね、まあ、に、あ、でも日本、あ、でもな、うん、そうですね、まあ日本人と結婚する人もいると思うんですけど、まああんまりこう、交わらないっていう、場合もあるみたいで、日本人とですね、交流しない。どうして？そうですね、なんか、壁があるんですかね、なんか、ちょっと僕も詳しくないんで申し訳ないんですけど。
なんかコミュニティの中で生きているって感じですかね。そうですね、なんか、そういう感じで、例えばその、ね、ブラジルの人だったら、ブラジルの人同士でこう集まったりとかして、日本人とはあまりこう交わらないっていう、なんか事情があるみたいですね、なんか。でもそれって不便じゃないですかね、そういう生き方って。あんまりこう、周りと馴染まないで生きるのってできますかね、日本でも。そうですね、まあ、でも、まあ、そうですね、まあ、でも、なんていうか、日本語がこうできる人、ブラジルの人が一人いれば、もうその人に聞けばもう大丈夫みたいな。あ、そっか。なんかそああ。んなじゃあ話。代表的な存在がいて。あ、ええ。ああ。で、なんか自分がうん。日本人とこう話す必要はないから、こう、だから別に交流の必要ないっていう感じで、なんか、で、日本語もまああんまりできないし、みたいな。本そうですね、なんかそう当に？いう方どこが日本に住んでるの？そうですね、結構そういう、ね、方がいるっていう、はい、何人ぐらいからいらっしゃいますか？ですね、まあ、ちょっとごめんなさい、正確な人数ちょっとあれなんですけど、でもまあ数万人とか多分そういう規模でいらっしゃる。で、こう、ちょっとこう、なんだろう。自分のコミュニティの中生きてて、こう日本人と全然交わないで、自分で生活してるって感じですかね。多分そうです。そういう方が結構、なんかいらっしゃるというお話をね、聞きまして。で、だから本当に、だからもう、日本に住んでるけど、まあ、自分の国、まあ、で、まあ、暮らしてるのと、まあ、ちょっとそんなに変わらないというか。誰に似てないんですかね。アメリカの、ほら、チャイナタウンで、中国の方ばっかり、同士でいて、全くこう、周りのアメリカ人とそんな交わない？な感じでいるのかな。面白いですよね。そうです。もうそういうね、チャイナタウンとかありますよね、なんか。でも、大人数で来ると、まあ、なんとなくできそうな気がしますよね。スロバキア人とかチェコ人そんなに多くないので、やっぱりこう、混ざっちゃいますよね、日本人と。一緒になりますよね。まあ、そうですね。チェコとかスロバキアの方は、あれですか、やっぱりこう、なんか、チェコとかスロバキアの人たち同士で、こう、固まってって感じではないですか。付き合いがありますけど、すごい強いコミュニティがあるってわけではないですよね。みんなこう日本人と結婚したり、日本会社に勤めたり、こう混ざっちゃいますよね。その日本の社会の中にこう入ってますよね、みんな。そこまで強くもないですよね、その。ちょっと違いますよね。そうですね、まあ、やっぱりまあそういう、まあ、ラテン系の方はその一時期すごい多い人数で来られたので、多分その固まりやすいっていうのはちょっとあると思いますね。で、日本の中は静岡が一番多いですかね。そうですね、静岡は、まあ、外国人が多い地域で、特にラテン系の人ですね、こう、あ、まあ、一番多い？そうですね、こう、なんかこう、シズラティーノスって言ってるじゃないですか、こう、団体の名前。Yes。で、これは、静岡のシズと、ラティーノ、ラテン系の人たちっていう意味なんですけど、その2つを合わせて。なるほど。まあ、ビデオ見ました。すごかった。セクシーで、男性的で。まあそうです綺ね、麗ですよね、けどね、そのラテン系のダンスは。そうですね、まあ、シュウさんもやってますか？僕もそうです。僕も、まあ、なんか基本的なやつだけですね。見せて。そうです。また動画上げるかもしれない。ありがとうございます。でですね、まあ、そういう事情で、こう、結構、まあ、静岡はラテン系の人が多いんですけど、なんか行きたくなりましたな。
旅行。面白そう。ぜひぜひもう。お店とかもありますから、典型のお店。レストランとか。ありますね、こう、ラテン系のね、人がやってるお店、たくさんあります。そしたら、メニューとかは何語で出てますか？スペイン語とか。そうですね、まずスペイン語とか、なんかポルトガル語とか、多分日本語も出てると思いますね、はい。静岡県はどこが一番多いんですかね？どこ行けばいいですか？そういうのを体験したいなら。そうですね、僕、今、静岡市に住んでるんですけど、静岡市も本当にたくさんあって、ああ、わお、行きたくなりました、すごく。ありがとうございます。いや、まあ、そのラテン系の、日本の中のラテン系の文がちょっと面白そう、すごく。もう、すごくいっぱいこう魅力的な、ね、食べ物とか、あとダンスとか、いろいろ。もう、じゃあ、いっぱいそ静岡市とかは、う。はい。一番有名な食べ物はなんか、ラテン系の食べ物？もうそうですね。ラテン系の、料理を出すお店もいっぱいありますね。何が人気がありますか？そうですね。僕、でも、あれなんです。まあ、僕、あれなんです。まあ、その、店いっぱいあるのは、なんか知ってるんですけど、あんまり自分は行ったことなくて あれですけど。行けないですか？おお、でも人気ある食べ物ってありますか？なんかラテン系の向こうは。そうですね、ラテン系、なんかそキロスしかわからないですけど、あと、なんの、はい。か、これね、ドリトス持ってきましたけど。ありがとうございます。それ、メキシコですかね、タコス。すいません。どうぞ食べてください。ラテン系の気分だから、ちょっと食べましょうと思って。ドリトスも好きです。はい。ありがとうございます。そうですね。それもラテン系ですから。でですね。まあ、あれなんですよ。だからこう、ごめんなさい。すいません。僕勝手に喋ってるんで 大丈夫です。で、まあ、まあ、ラテン系の方は、まあ、ブラジルとかペルーとかから、まあ、ね、来られて、で、まあ、その子供たちっていうのが、まあ、いるんですけど、なんか、で、必ずしも、なんか、まあ、こう、日本語をちゃんと教える、なんか、環境が、なんか、まあ、整ってなかったっていうことがあるみたいで、こう、なかなかその日本語をあんまりできない子供が、まあ、結構いるっていう問題が、ね、なんか聞いたことあるかもしれないんですけど、あって、なのでこう、まあこう、まあ今はこう結構良くなっているところあると思う、あるらしいんですけど、まだまだこう、なんか日本語をなんかちゃんと教えるっていうのがまだできてないみたいで、でも、その、ラテン系の子供たちは、普通の私立行ってるでしょ？普通の、小学とか。そうですそね、れ、まあ、教育は日本語でしょ？そうですね、4、はい、原則は。でも、そのクラスの中は、混ざってますよね、日本人の子供たちと。そうです。じゃ、結局、日本語になりますかね？それともスペイン語かポルトガル語って喋ってます。どうなってますね。なんか最近こうニュースにもなってたんですけど、はい。なんかまあ、まあ、親についてきた、その子供がいますよ、こう、ラテン系の。で、その子供は、声聞こえますか？ 大丈夫です。聞こえてます。で、まあ、その子供は、まあ、当然、まあ、来た時は日本語はわからないですよね。Yes。で、まあ、日本語がわからない子供がいて、そしたら、その子は、なんか障害者の人がいる学級にいられてしまう。っていうことがあるみたいで、別にね、言葉がさえちゃんとわかれば、全然授業もついていけるし、まあ、のに、こう、
なんていうか、その言葉がわからないだけで、その、まあ、障害を持った子たちと一緒に、の学級でこう、勉強しないといけない。っていう、なんかそういう、なんか、そういう現状があるみたいで。ちょっと、意味わかんないです。でそうですね、でも、その障害持ってる子たちは、だって、日本語ちゃんとわかるでしょ？まあ、そうですね。まあ、日本語は、まあ、そうですね。あ、なんだろう。体の障害じゃなくて、なんかメンタルとか？そうです。まあ、ね、精神的な病気とかも、はい、ある。まあ、いろんな障害が。その子たちと一緒のクラスに入れる？ったら言葉わからないんで。そうですね。なんかそういうところが今あるみたいですね。本当に？ねえ、びっくりですね。それ解決しました？その問題。いや、その、いや、多分そういう問題があって、なんかその最近、これは、これ直した方がいいんじゃないかっていうことで、ニュースになりました。治りました？いや、いや、でも多分そんなすぐには、治ってないですね、多分。おかしい。それ変ですよね。だってまずそのメンタル問題抱えてる子たちが、精神的な問題は、特別な先生が必要でしょ？その専門的な知識が持つ先生。その先生が、外国の子たちと付き合う、どうやって付き合うか、その知識持ってないでしょ？別の専門家でしょ？どうやってその先生は別のタイプの子供たちと付き合うのかね。そう、全然ね、違う問題なんだけど、こう。でしょ、一緒にしちゃってるっていう、そういうことがあるみたいですね、こう。だから、こう、だからこう、だから日本の学校の、こう、だから。でも、じゃあ、日本生まれの子たちじゃなくて、日本生まれの子たち？ずっとスペイン語、親とスペイン語喋ってて、学校入って日本語喋れないのケースの話、それとも日本来たままで日本語喋れないの子たちの話。まあ、外国から、来て、で、その、まあ、学校に入って、で、その学校の中の子供たちのことですね。なるほどね。まあ、その、まあ、日本の、その、だから、外国の子供たちに対する、こう、日本語教育が、まだまだ、こう、その、十分じゃないっていう指摘があって、で、もしかしたら、こう。それ、いつの話ですか？あ、でも、なんか、最近ですね、なんか、一月前ぐらいに、なんか、新聞に載ってました。なんか、昔の話に聞こえますよね。ああ、だから、昔よりは良くなったかもしれないですけど、なんか、未だにそういうことがあるっていう、なんか、はい。そうですね、なんかそういうことがあるみたいですね。だから、その、マリアナさんのお子さんも、もしかしたら、こう、なんか十分に、ちゃんと学校では、こう日本語をなんか教えてもらえてない可能性もあるかなと思って、ちょっとそこら辺の事情をお聞きしたんですね。なんかね、お母様で大丈夫みたいですよね、うちの場合は。なんか普通に、なんだろう。ね、その特別な先生がついてて、はい。普通のクラス行って、プラス授業があったみたいですよね。プラスの特別な先生と、日本語の授業がプラスアルファがあったみたいですけど、それぐらいですかね。で、そしたらだん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 治ってきて、普通のクラスに入りました。5年生の時は全く問題なく、普通のクラス、普通の子たちと一緒、他の子たちと一緒になったけど、まあ、最初から普通のクラスでしたけど、けど、プラスの授業がありました。まあ、日本語を教える、そういうクラスがあったということですね。いや、わざわざ先生がやってきた。なんか、ボランティアだったかどうかも覚えてないですけど、わざわざ、
その子供の学校に来て、ミキアと放課後と1時間2時間、日本語だけを勉強したみたいですよね。そういうのがあったみたいです。でも、まあ、ここはその外国の子が多くないので、そういうのができたか、余裕があったかもしれないですよね。そうですね、まあ、ね、外国の人があまりいないところだと、そのちゃんと制度が整ってないところはあるかもしれないですね。そう、その負担にはならないので、簡単に、もうちょっと簡単に対応ができる、できますかもしれない。逆にですね、こう少ないからできると。そうそうそう、少ないので、対応がやりやすい。ただね、メンタル問題が抱えている子たちは、精神的な問題は、特別な先生が必要でしょ？専門的な知識が持つ先生。そのそう先生にかわいそうっていうの、全く別のタイプの子供たちも面倒見ないといけないのが、なんかちょっと納得いかないですかね。です。いや、まあ、やはりそうですよね。で、あれですね、まあ、精神の病気もあると思いますし、あと、まあ、生まれつきのね、こう、まあ、例えば脳とか、まあ、まあ、そういう、そういった、こう、なんていうか、こうまあ、障害の人とかね、もいますね、こう。そういった人たちで一緒に、こう、あるみたいですね。で、なんでそうですね、こう。まあいろいろ改善しないといけないところもありますよね、日本も。まだまだ。そうですね、こう。だから本当にね、その子供がすごい、ね、かわいそうですよね、本当に。ちなみに、主さんはどういうお仕事なさってますかね？僕、今、大学生ですね。あ、そっかそっかそっか。え？で、なんか、将来的には政治とかって言ってましたよね。いや、僕が、僕専門が、だからヨーロッパの政治なんですね。っていうことで、まあ、僕がその政治家になろうとかいうのは、ちょっとまだ考えてないですね。何をやりたいんですか？将来になったら。でも、今もこう活動してるんですけど、こういう、外国の方文と、化交流？そうですね、文化交流したりさせてもらったりとああ、か、そうですね。素晴らしい。だからまあ、そうですね、外国の、日本ってこれからもっと外国の人がたくさん、来ると思うので、必要になりますよね。うん、確かに。そうですね。だからまあ、労働力。そなんか外国の人がこう暮らしやすい。で、まあ日本人とうまくやっていけるような、なんかそういう、なんか社会をなんか作るこう、お手多伝分い。最初はね、その労働力が足りないと、日本はその日系の方が呼ぶのが一番、なんだろう、便利というか、まあ近い。もともと、おじいさんおばあちゃんが日本人だから呼びやすい。でも、そこは尽くしたら、もう仕方なく、もう今もアフリカとかいろんな他のとこから、南アジアとかも呼ばないといけないので、いろいろ制度作らないとね、そういう方たちと、まあアメリカとかヨーロッパだと、最近の話ではないですよね。もう昔から、外国の人が来てて、どうやってそのアシミュレートすれば、どうやってその社会に何という日本語で、溶き込む？溶け込む、はい。入れれば。いかか、なんとなくもうシステムができてます。それでもいろいろ問題が起きてますけど、日本はそれはないんですよね。そう鎖です。国だったので、長い間なので、そこはまだすっごい勉強しないといけないのが多いと思うんですよね、日本は。だから、ヨーロッパかアメリカみたいに急に外国人がいっぱい入れば、日本人は、どうしようかってことになるかもしれないですね。バカない。日そうですね。本はどうするからか制度ができてないので、ものすごいこうシステム的には困るかもしれないですよね。いだや、から、すっごいそっちの方が頑張らないと。そうなんです。もし、外国人が嫌なら、呼びたくないなら、
AI をいっぱい作って、AI あ、に対はい。応してしまい ってか、ことですよね。どっちか、多分コンビネーションになりますよね。AI でも、大概、その労働力足りないのは、だから利用法とも、やらないといけないですよね。でも、そうですね、両方ここ大事だと思います。日本はこれからいっぱい勉強しないといけないと私はいつも思ってますよね。外国の人が必要になるもっと。いや、もうそうですね、本当に外国の人の力を借りないと結構大変だと思います。まあ、なので、こう、まあ。どうですよね。いろんな意見がありますよね。経済ばっかりって言うなっていう方もいますし、はい。別にそんな経済成長させなくても、ホリエモンみたいな、全部ゼロにしなさいってみたいな方もいれば、やっぱり、経済を成長させないと人間が普通の生活できなくなるので、きつくなるので、やっぱり対応しないといけない。いろんな考え方がありますので。そうですね、こう、まあ、もちろん経済的にも外国の人に支えてもらわないと結構いけない時代になってくるかもしれないですね。今後になります、なると思いますよね。両方とも。AI も、海外の人も。はい、そうですね、両でも方確必要ですね。かにね。確かにね。外国の人とどう付き合えばいいか、大勢に入ればか、日本は覚えないといけないですよね。大きな課題ですよね、日本の大きな課題。そうですね、だから、ね、言語をきちっと教えるっていうのは、本当にこれからどん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 必要になってきますよね。それ昔言ってますよね。英語が必要、英語が必要って日本人言ってますけど。あ、でもね、すごいいいことは、私さっき言ったのは、23歳の子と13歳の子がいるでしょ？ 23 歳の子の時は、中学校入った時には、まだ英語はダメでした。ヨーロッパ来た時は、英語ほとんど喋れないけど、この間、中学に入った子の、勉強何やってるかって見たら、びっくりしたのは、日本語と英語は同じになってます。同じくらいできるようになって。同じ、全く一緒。一緒。勉強の数、勉強の時間が一緒。英語と日本語。わお、いいな。日本はちょっと分かってきたなって、同じぐらい必要。でも中学校ですよね、中学校から。授業の数が全く一緒ですよね、英語も日本語も。4いい年。ことかもしれないですよね。そうですね、まあ。どうですか、出産の時はどうでした？やっぱ英語の方が、じゃなくて日本語の方が圧倒的に良かったですかね。なんかその、まあ基本的に、そのね、数学とか、他の、英語以外の教科はみんな日本語でやりますから、で、その、まあなんか英語も、その、日本人の先生が日本語で結構やるので、ほとんど日本語で。そう、それ分かりますけど、その英語の授業ってあるでしょ？それ日本語の授業と比べれば、日本語の方が多かったでしょ？英語より。その中に、なんかそのね、日本語、まあ、例えばこう、なんか現代文とか、そういうなんか日本語の授業が、英語の割合は、どうかな、でも、でも一緒ぐらいかもしれないですね。そうなの。そうですね、こう、一緒ぐらいですかね。じゃあ、英語の授業と日本語の授業は割合が一緒。昔から？僕がそうだ、僕なんか10年ぐらい前に中学生でしたけど、まあそうですね、まあ多分英語と、まあ、国語って多分一緒ぐらいの割合だと思いますね。そっか。ああ、じゃあ私勘違いしてました。私最近だと思ってました。でも何で最近はもっとでも英語をすごい重視してるかもしれないですね。もう小学校からすごい英語を教えたりとか。もね。
でも、それでも、はい。それでもヨーロッパ来たら、うちの子はほとんど喋ってなかったですよね。あ、そうなんですね。英語、ダメでしたよね。あ、でもね、で、学校で英語をなんかこう話さないといけないんですか？こう。違う違う、インターナショナルスクールに入りましたらね。インターナショナルスクールですね。なるほど。そうそう、ヨーロッパ行ったら。はい。でも喋れない、全く。15歳で、はい。日本の教育を受けて、結果的には英語は喋れない状態ですよね。それ他の国行くと比べれば全然違いますよね。ああ、そうなんですね。こう、まあ、そうですね。まあ、でも、まあ、日本も、日本で、多分日本の方がね、全然話せない人がいっぱいいて、まあ、それももしかしたら課題かもしれないですけど、それ、まあ、あれですね、こう、まあ、やっぱり、ね、言語をちゃんと教えるっていうのは、今後、ね、こう、まあ、一緒にうまくやっていくには、やっぱり必要なことですよね、本当に。で、でもね、確かにね、言語的には全然違うでしょ、英語と日本語は。あ、と近年、文法とかっていうの。だから日本人は難しいかもしれないですよね。とは言っても、南アジア、フィリピンとか行くと、みんなすやすや喋れるでしょ？英語は。ね、フィリピンなんかすごいですよね。ねえ。だそういうのがあればいいのにね。もっと、世界的には自分をこう集中できる。もっとこうパフォーマンスできるようになりますよね、日本人も。英語は見ないので、海外行ってもできません。コミュニケーションできない。と無理でしょう。何もできないですよね。そうですね、まあ、英語ができると本当になんかそのいろいろアピールもできると思いますし、ね、なんか別にアピールしなくてもいいです。普通のビジネスできればいいですよ。ああ、ビそうジネでスレベす、ル。そこもできないのはちょっと困りますよね。そうですね、まあ負けますよね、日本は。他の国には。コミュニケーションが、基本的なコミュニケーション、ビジネスなコミュニケーション、特に今ね、このグローバルな世の中では、そう日です。本が、英語頑張れ。本当そうです負けね。ない、世界には。世界負けちゃダメ、日本は。今そうで負す。けかけているので、頑張ろう。本当そうですね。だからまあ。なんかサッカーチームをサポートできるようになるような気分になりますよね。ああ、もう、日そうです。本だがからあれですね、こう、外国の人がいっぱい来ていただくので、なんか、その国の言語を、逆に日本人に教えてもらったりとか、なんかその、いや、外国の人に頼っちゃダメ。もともとシステム作らないと。日本人は日本人で、奥から中からシステム作らないと。そうですね。そう。外に頼っちゃダメ。自分に頼らないと。そうですね、まあ、それは大事ですね。日こう本人はもう10歳の時に綺麗に英語を喋るようなシステム作らないとダメですよね。他の国みたいに。じゃないと負けちゃいますよね、日本は世界には。本当おっしゃる通りですね。ね。なのでてまあ。か、サイエンスとか、さっきドナルド・ホフマンとかで話したでしょ？サイエンスバンバン進んでるのに、わからないと、英語わからないと、ついていけないじゃん。ああ。この世界の流れには。そうですね。数人ができますよね、日本でも。エリート、英語ができる。でも、一般的に日本人は、海外何が起きてるかついていけない。もっと日本はすごい困るじゃないですかね。そうですね、こう、今まで外国の人に頼るんじゃなくて、自分からそのシステム作らないと、ついていけるように、そのグローバルの世の中には。おっもうしゃ日る。本は鎖国ではないですよね。もう何十年間鎖国じゃなくなってるので。そうですね。まあ。ね、グローバルの一部になってるので、日本は。そうですね、だからこうね。あと、まあ、英語力を上げるっていう
ことと、あとまあ、ベースベース来ていただいた外国の人にちゃんと日本語をまあ、覚えてもらう、まあ、その、ね、システムを作らないといけないですね。ね、素晴らしい研究者の方とかサイエンティストがいるのに、ね、日本でも。それをもっと増やせますよね、コミュニケーションができれば、英語ができれば。そうですね、こうね、世界に広く発信できますよね、こう。技術もそうですし。まあ、もったいないですね、そこは。中国に抜かれちゃいますよね。ああ。南アジアとかは。もう中国が、ね、GDP は抜かれたのかな、なんか。まあ、もうダメですよね。まあ、いやいやいや、ネガティブになっちゃダメ。ポジティブだけや。大丈夫、大丈夫。そうですね、まあ、まあ、これから僕もなんか、社会でなんか。今のとても多い日本の方がすごいたくさんいるので、大丈夫、大丈夫。じゃあ、行こうぜ、日本。大丈夫だよ。そうですね、僕も、ね、静岡から何か役に立ったらいいなっていう考えてます。ね、そうですよね。中さんも一生懸命頑張ってますよね。まあ、まだまだなんですけど、本当に。でも、マリアさんの健康の動画とかも、すごい日本人にも、すごい影響を与えてると思いますから。嬉しいです、嬉しいです。誰かが見てくれてるのかな、もう。いや、その、なんで、あれ、まあ、本当に、なんかお話、すごい尽きないですね、本当に。なんかね、結構話が、送っていただいた質問が全く違う方向に行ってますよね、結局。でも、まあ、いいじゃん。楽しい話で。そうですね、こう、結構インタビューって、事前に質問用意してるんですけど、結構。全然全く違う方向に行ってますね、二人も。そうですね。またクスみたいなそういう話とかね。だからなんかどっかお外であってお話しやってるような感じですよね。それもありましたね。もう一回やり直しましょうか。司会したいと。これはこれです。パン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 。質問答え。もう一回やり直し。なんかそれもちょっと不自然かもしれないんで。そうかもしれないですよね。いやでも今日はすごい僕も勉強になりましたので、本当に楽しかったですし。うん、こちらこそ本当にありがとうございます、いろいろ。あ、本当にマリナさんありがとうございました。眠くなりましたよね。どう眠くないですか。いや全然。あ、ですね、ごめんなさい。自分なんか。まあ、なんかお話が本当に尽きないんですけども、そうですね、まあ、そろそろなんかまあ、やっぱ時間にちょっとなっちゃったかもしれない。ですよね。もうほとんど2時間しゃべってますよね。あ、そうですね、負け顔、それぐらい。しゃべりすぎちゃったんですよね。あ、でもまあ、僕はね、楽しかったんですけど、すみません。楽しかった。ありがとうございます。じゃあこちらこそ。じゃあ、マリアナさんですね、まあ、なんか人材紹介の会社を立ち上げられようとされていると。その話もありましたね。あ、もう始めました。実はね、6月1日から許可もらって、バリバリ今やってます。もう本格的に。今、オペレーションの中はまだ、ウェブサイトはまだパブリッシュしてないですけど、もう全部準備できてますので、SNS とかも全部できてて、これからウェブサイトパブリッシュして、もう今始まってます。6月の1日からスタートしました。あ、今月の1日から。そうです。なるほど。今始められたばかりということですね。そう。会社は前から作ってましたけど、この人材紹介の休暇は、6月の1日からもらいましたので。まあ、正式に。今の職業紹介。そう。そう。普通にこう、できても大丈夫ようになりました。やっても大丈夫ようになりました。じゃあもう、活動は、今されてるんですか、その会社の。もうやってます。本格的。その、なんか人材を、紹介という。職業紹介、そうです。職業紹介事業ですよね。それはなんか、外国人の方を結構、やられ
やってます、やってます。外国の方というより、別に国籍関係なく日本の方でも、バイリンガルな方が一番今求められてますよね。両方とも、英語も日本語もできる方が一番多いです。あともちろん IT、AI、デジタル、e コマース関係、あとファイナンシャル、ヘルスケア、FMCG、リテルはメインでやってます。まあね、こう言語とか、あと専門的なスキルを持った人を結構。そう、一部ね、マネージャー、アソシエートマネージャーも大丈夫ですが、マネージャー以上のポジションやってますので、そこはもう大体英語も必要ですので、外資系が多いですし、お客さん。テクノ会社も、はい。お客さんもいらっしゃいますけど。じゃあまあ、この放送を聞いてくださっている人も、ね、結構日本語と、あと自分の、ね、国の言葉も両方結構できて、あとまあ、ね、スキルも持っている人も多分いらっしゃると思いますので、ぜひ、マリアナさんに、マリアナさんに、バーベキュー、イエス。連イエス。絡、連絡をすれば大丈夫ですか？もちろん、お待ちしております。よろしくお願いします。ですので、まあ、また働きたいという人がいれば、マリアナさんに連絡をしてください。特に転職やりたい方とか、キャリアチェンジとかをしたい方は大歓迎です。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、最後にマリアナさん、何かこう、メッセージというか伝えたいこととかってあれば、お願いします。最後のメッセージっていうのは、もう何でも、何でも、そうです。日本人は胸を持っていきましょう。もうちょっと自信持ってても大丈夫です。と私はずっと思ってますので、なんだろう、世界に、この世の中、グローバルの世の中に負けないように胸張って自信持っていきましょう。手に、日本の方々に伝えたいんです。あとね、これは少しコロナと関係がありますけど、最近は皆さんは元の通りに戻りましょう。また前みたいにやりましょう。私、そうじゃなくて、前より前のことを直して、これからもっといいやり方でいきましょう、前より。コロナは物事をやり直す、すごく素晴らしいきっかけだったので、コロナはもちろんいいことではないですけど、いい方向で見ましょう。いろいろやり直せるきっかけのような時期に見ましょう。このコロナの時期。オペレーショナル。で、これからもうちょっといいやり方、前よりいきましょう。そうですね。まあ、こうやってね、オンラインでお話できてるのも、オンラインが結構普及してきたっていうのもね、あるかもしれないですね。ですね。そう。そうですね。まあ、僕もね、僕も大学に、通わなくても良くなったりとかあるんですね。授業も、ねこれ、オンラインえ。やりで。方がいろいろ新しくなってきてますよね。そうですだね。から、必死に元の通りに戻るっていうより、必死に、もうちょっといいやり方でいきましょう。新しいやり方、前よりいいやり方で進みましょう。そうですね。で、日本人の方々は、特に日本人の方は、もうちょっと自信持ちましょう。大丈夫です。そうもっいとう自信持っていきましょ自信を持って、そうですね、自分の、ね、文化とう。かイエもスって感じ。愛ファイト。まあね、直すところも、直しながらというか、感じですね。ね。だからね、たまにはね、日本人はそこまで自信がないように感じますので、大丈夫ですよ。自信持って大丈夫です。日本人は。賢い、頭がいい、勉強できます。素晴らしい。最高の民族だから、イエス、胸張っていきましょう。っていうことを伝えたいですよね。日本人の方々に。僕も日本人として本当にもっと盛り上げていきたいと思います。ありがとうございイエます。ス。頑張りましょう、お互いに。じゃあ、本当に、いいお話を、させていただきました。
こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございます。ゲストは、マリ、えー、マリアナさん、長谷川マリアナさんでした。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。なぜじゃあ皆さんも、ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさい。